け縄になりまして。あと何曲かな。うん。ザ・サーキット今日はありがとうございます。いつもね、そうそう、僕たちサーキットってやるんだけど、1曲目でね。何を受信してるの。UFO 来んじゃねえ、やっぱ。UFO がね、来るときには、本当にね、遅れたお詫びにね、UFO でも見せれればなと思うんですけどね。うん、どうしたの、カールコード、カールコードが悪いなら、ね、カールコード変えるわけにはいかないんだよね、僕たち。カールコードの、うがどうしてどうやったの、もうそろそろそれのモノマネができそうだわ。もうそろそろ覚えそうだね。どうしたギターが悪いっぽいねって、やっとたどり着いたのに、使え、なんか調子の悪いギターを一生懸命運んできたってことになる。もう一個ある。もう一個ある。イカチ。もう一本あるんですって。プロミスチル、ミスチルみたい。いかち音楽の活動の仕方がいかちもう一本あるんだってよ。聞いた、今初めて聞いた。遅れてきた人とは思えないギターを2本から、もう遅れてきたって何回も言わなくていいね、もうね。ごめんね、本当いかちね。じゃあさ、ギターの弦をね、変えようと思ったの昨日。ほら昨日スタジオ入ったじゃん。そうそう、ほとんど喋って終わったやつね。でギターの弦を買おうと思って、でスタジオで買ったら、めっちゃなんだ、200円とか300円とかで売っとる、楽器屋さんとかではね、ギターについてくるやつでしょ。そうそう、みたいなジャンプの裏側しかなかったの、それをいくらって言われたと思う。1300円って言われた。びっくりして、でもびっくりしてその時払ってしまったの、先生だけ。びっくりして払ってしまったの。で、家に帰る途中に、あれやっぱこれ高かったと思って、もやもやして、あれやっぱ高かったよ、シャワーとかで戻ったら閉まっとったの。それだからトントントンって言って、すいませんっつって開けてもらって、なに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 って出てきて、ちょっとやっぱ弦これいいです返品したいんです。すごいね。さっき文句言いに行ったじゃなくて返品しに行ったね。さっき優しい、さっき1300円払って、ちょうど払ったよ1300円。ごめんごめん、小銭がないとか言い出して、いやお前このそういうことだって何買ったんだよ。すごいね。でなんか500円玉しかないとかさ、お釣りあるって言われて、お釣り、お釣りお前が払うんだよ、お釣りは。お釣りだけんなと思って。すごいね。1300円。すごいね。で300円とかで売ってる銀行きなのに、下とかに置いてあるやつでしょ。こう大変ですね、本当ギターの人ってね。ギターの人なのすごいね。次の曲行くのか。その怒りをぶつけた方がいいと思うよ、次の曲で。あ、でも違う、すごい幸せな曲なんだった次。あ、そうだ。次の曲はハッピーな曲なんですよ。ギターのことは忘れて、とりあえず、はい。ちょっと俺だった、ごめん。ごめん、間違った、一曲間違ってました。すいません、僕ですね。はい。うん。すみません。なんかすげえ待っちゃった。みんなで待ってるからね、こうやってね。チームワーク抜群じゃん。今5番目だ。あ、ごめんごめん。俺、全部間違ってた。俺もう7曲目は終わってると思ってたよ。すげえ、竹縄じゃなかったね。大丈夫かな、もう竹縄にした方がいいんじゃない。